目覚まし時計とかかけんの？いや、あんまりかけないっす。うん。で、とりあえず今日は打ち合わせそんな入れてないんで、よし、起きようと思って。よし。まあな、俺ぐらいの年になるとな、なあ、大体な、4時半ぐらいにな、勝手に目が覚めんのよ、これ。おはようございます。それ勝手なんですか？勝手に目が覚めんのよ。オートですか？そうですで、か？うん、そう、オート。で、8時ぐらいになるとああ、そう勝手なにん眠たくだ。なるのよ、これ。そうなんだ。うん、健康的やろ。ちょっと待ってな、漢方な。またね。はい。あと何日分かな。あともう3日分ぐらい、2日分ぐらいかな。もう、ああ、また新しいの買うんですか？いやいや、もう良くなったよ。ああ、よくなりました。ものすごく調子良くなってな。やっぱこれ、ああ、そこのおれかはげよや、かっシェたデですィングの、ね。シェディング被害を受けた方は、ぜひね、この漢方、ちょっと待って、もうあんまり残り少なかったら取りにくい。よし、今日も漢方飲んで、元気に始めましょうと。みんなやっぱり富裕層とかお金に関する動画、よく見るよな。500再生とか、珍しいなと思って。苦っ。意外ですか。さあ、シェディング用の漢方も飲んだし。なし。パワーも出たし、やりますか。さあ、今日は7月の、8日、はい。月曜日、出てますね。七夕の翌日ですと。あ、昨日は選挙ありましたね。東京都知事の選挙。行った？まあ、ここ行きましたよ、もちろん。で、結果は？ああ、いや、小池が1位です。緑のおばさん？お前 まあ、ただ、緑の。石丸、インターネットで、すごいバズってた、石丸というですね、政治家さんが第2位と奮闘してたので、僕もその1万人投票したんですけど、って感じですかね。惜しかったなって感じ。緑のたぬきのおばさん、圧勝。圧勝だけど、ネットの力って歪めないのと、投票率を見たら、10代から20代は、やっぱりすごい高い票をもそうらっなんですよ。てるので、やっぱそりう。そだのから、ネットまあ、が、これから変わっていくよ。そうですね。だから時代がやっぱりグレートリセットにもそれになってくるのかなって、やっぱり変革だが。から、なんとなく愛ちゃん分かったやろ。俺、日本が世界から見ると、2週ぐらい遅れてるっていうイメージが、なんとなああ、くイ分かるでメーしジわかょ。ります、わかります。まだ緑のたぬきかよ、みたいまあまあ、いいんじゃないですか。な。だってさ、10代、20代って70代のさ、枠がさ、あまりにも逆転してるじゃないですか。それを見るとね、すごく思うのは、それだけ70歳以上の人たちが、椅子をね、まだね、譲らないでいるというね、状況ってことなんで、でも、あと10年ぐらいでその人たちがどんどん死んでいく、まあ、その人たちが、どんどん世代交代が発生するので、まあ、いいんじゃない。まあ、俺がいつも言ってるように2週ぐらい遅れてるんですよ。ね。で、ちょっと今回の都知事選も見てたら分かると思うけど、ちょっと見世界から見ると逆走してるのよ、日本だけね。ます。まあもうね、だからね、あまり細かくは見てなかったんですけど、まあこんなもんだよね。俺は言った通り、イギリス、スナクは落とされたやろ？これな。だから、あいつ、スナクっていうのは一応名前は保守党なのかな。まあ、労働党が取って代わったと。で、労働党っていうのが、何だっけ、極右とかな。なんかポピュラリズムとか、わけわからんこと言われてるけど、中道なんですよ。今、世界で起きてることっていうのは、まあ、メディアは極右やとかな。変な煽り方するけどな。全然あれが中道なんですよ。要は当たり前の話でね、自分たちの国が一番大事にせなあかんと、自分とこの国と大事にして国民大事にすると、ね、そういう流れに今、もう世界中、みんなヨーロッパ含めて変わった。で、最後、とどめがトランプ出てきたアメリカファーストですと。ね、でもうなんか日本だけまだ都知事選見てても分かるように逆走始めてるんですよ、また。な まあだから、まあ、以前から言ってるように、世界はこう、一気にこう、中道というかな、自分の国、自分の国民、自分たちは自分たちでやっていきますと。ね。もう、その変な金融で、ね、金で締め上げられて、縛り上げられて、こう、羽交い締めにされるのもやめやと。ね、オランダもそうですわな。もうみんないっぺんに変わってきた。そうですね。はい、残されたのさえ、はい、日本最後ですから、みたいな。面白いな、これ。本当ですはい、そね。れで。日本の政治もそう、日本もそうだし、まあ、東京とかこうだから全体もそうなんだろうなと思いつつ、縮図ですからな。まあでも、だいぶそのところも緩くなってきた方がいいんじゃないですか、だいぶ。ただね、
今はまだほら表にはねメディアも報道せえへんし、うん、何もあの何て言うかな大メディアはやれへんから分からんけど、うん、あのちっちゃいところではねやっぱりねやっぱ徐々に徐々にねこう出てくるから、うん、まだ始まったばっかりや日本の場合は、うん、だこれからですよ、ここから 2,3 年かけてな、うん、わーってなってくるって感じですよ、ね、ますますこう二極化分断みたいになってるやろ選挙見てたら、うんうん、分断までいかんか、まだちょっとしかおらんからな新しい方の人は。それでね昨日俺マリーナ行ってきた。また暑かったな昨日は、さすがに、うん、でねちょっと気づいたのはな、まあ、これ見てる人はみんな気づいてると思うけど、空が綺麗になってんのよ。すごい。もう多分気づいてる人多いと思うぞ。うんはいはい、もうなんか空から、空に何も巻いてへんからな、最近。綺麗なんですよ、すっごい。うんうんうん、だから、なんちゅうかな。まあ、簡単な言葉で言うと、空というか、山というか、うん、高いところのみそぎは終わったと。うん、もう完全に、みそぎは終わった。地球が新しくなっていく方へ転換したと、うん、ね、うん、で多分これも気づいてる人多いと思うけど、あの飛ぶ系の虫ってわかる、うん、飛ぶ虫トンボさんとかテントウムシとか。テントウムシも飛んでますよね。テントウムシはちょっとわかる。トンボさんとか蝶々さんがな、うん、すごい喜んでるんですよ最近俺見てんねんけど。トンボさん特にすごい元気、うわーなんか空気きれいわみたいななってんのよ。ほんでまあ虫さんは虫さん全部命やねんけど、いわゆる世の中で人間界で言われたら害虫みたいなやつ、うん、ちょっと害虫系、うんうん、あれがね勢いない、うん、多分畑やってるの感じてると思うぞ、はいはいはい、なんか害虫があんま元気ないよね最近みたいな。まあね、そうね。まあ、愛ちゃんはちょっとどうかわからんけど、ちょっと田舎におると感じるよ、すぐ。あ、本当ですか。俺は。特に関西、この大阪とかで、関西、空きれいになってるからな、すごい今。あ、そうなの？そうよ、本当。へ、多分みんな気づいてると思うけど、みそぎが終わったと。みそぎが。みそぎになんのかな、もう。いや、だから、まあはい、まあ、宇宙という話までいかんよ、展開の話ですわな。うん、地球の話でいくと、もう完全に解放されたって感じですよ。うん、もう解放終わりました。でも、なんか人間気づいてませんかみたいな。人間はまだそのままおるみたいな。まあ、人間界だけなんか変よねみたいな。そんな感じに変わってるぞ。ほいで、うん、昨日、まあ、そのマリーナ行ってな、海ちょっと出てきてんけど、うん、あのね、海はね、まだみそぎ終わってないんですよ。うんうんうん、どうも違うんすよ。まだね、今までの感じの海なんすよ、うん、で色がどうとか綺麗とか汚いとかそういう話違うで、うん、生命力というかな、うん、そのなんかちょっとまだね、多分ね、海ってやっぱ後なんやと思うわ。やっぱね、天というか空というか高いところからこう綺麗になっていって、うん、要は空気が綺麗になる、うん、でそれを雨を降らそうよな、うん、水がきれいになる、うん、でその水がや、大地に降り注ぐ、うん、でそれが高い 山からこう木々に栄養を与えて最後海ですからな、うん、一番最後は、うん、だから海はやっぱ最後なんやと思うわ。もうちょっと時間かかるんやと思うわ。なるほど、うん、はい。ですごかったなあれ、南米のハリケーンねえ、まあ、いやね見たことないぞ俺あんなん。何が起こったんですか、すごいぞあれ、うん、本当に、うん、氾濫来たらどうしようと思うけどな俺。もうどこへあるの、船がもうボロボロになってましたよね。俺の船どこに逃げようかなみたいな。もう逃げよう。でもそれでもハリケーンでも6人死亡で、カテゴリー5で6人死亡でとどまってるのがすごい。いやいやいや、後から出てくるんですよやっぱり。うん、あの災害、特に台風ハリケーンなんていうのは後から、うん、徐々に家が倒壊していって埋もれてる人が出て見つかったとかな。うん、後からですよ、まあ、あれ7月5日ぐらいでしょ確か。うん、そうですね、上陸したんな、あれ南米な、はい、海部はなんか何やったっけ、なんか あれすごいことなってんな。でも全部、いやー自然は怖いよね、関係全部ボロボロみたいですね。うん、うん、まあ、地震も怖いけど、ハリケーンもすごいよな。ハリケーンはなぜ起こるんだって、そもそも。でも、なんか、初めて、なんだ、今シーズンは起こったらしいですね。
まあ今年ね、まあ、8月、7月後半から8月、まあ8月、お盆明けぐらいからかな、日本の場合はな。また台風シーズンがな、始まると。なんかすごいの、日本も来そうやな、台風、すごいやつが。なんか地球が日本に住んでる人たちの生命に対してなんかメッセージを送ってる感じですけどね。いろんなものがな、やっぱりちょっとこう今までと違う。地球のこう、地球って回ってるでしょ、一あ、応は。ね、軸があって、まあ、ね、軸が。回りながらこう動いてるでしょ、一応な。地軸ってあるでしょ、その地球の中心な。あるでしょ、はい、ありますね。あの地軸は逆転始めてるんですよ、今。これな。逆転か。逆にこう動き出したと。だからこれ新しくなるってことやからな、これ、本当。いろんなところのそのみそぎ、歪みが出てくると。それがドゥー、ボーって出てくるって感じになるんですよ、これ。本当ですよすごいね。な、本当。す自ごい然っていうのなぁとは思いな。ますけどね。まあ、いいでしょう、今日はこれぐらいで。あんまニュースはないわ、もう。なまあ、いんほんすか？いいよ、言って、もう選挙真っ盛り。ここもかしこも。で、選挙真っ盛りで、その、自分とこの国第一、国民第一、移民は出ていけと。いや、入れていけじゃないな、もうこれ以上移民入れるなと。ね。いうのがヨーロッパが、アメリカも動き出してるじゃないですか。でしょ？で、俺が日本逆走しだしたっていうのは言ってるのは、日本はまだ移民入れてる最中やからな。だから3年ぐらいかかってから気づくと。ね。ヨーロッパが今やってること3年後ぐらいに、もうこれ以上移民入れるのやめようよとかな。自分は東京なんか銀座なんか行ったら外人7割ぐらいちゃうか？どう？歩いてたら。ほぼ外人でしょ、半分以上。ほぼという言い方を置いといてても、そうですね。まあ、観光客をひっくるめるとよ。そうですね。なあ。日本人は多くない、海外の人はかなり多くなった感じかなっていう。この5、6年前と比べたら全然違うでしょ。そうですね。あとは、逆になんか、日本から海外に旅行する人も増えてるみたいですね。だいぶ、まあ、ちょっと円安やからな、大変やねんから、いまあろいろ。大変なんですけど、みんな、なんで日本人とかって、円安だろうがなんだろうが騒いでるのに、日本が海外に出たがる人が多いのかなっていうのは、旅行でもそうですけど、思いますけどね。まあ、行きたければ勝手に行けばみたいな。まっちゃん行きたくないでしょ？俺も行き疲れたから。行くなら船でしょ？船で地上からゆっくり行けばいいか俺も行き疲れた。な。もう休みまくったってことですね。あ、そうなんじゃ、仕事で言っとく、一応釣りやけどな。遊びじゃないですか。次以降で遊びじゃないですか。まあ、それでもプロモーションが出てるから、遊んでるような仕事してるような、ようわからん状態。半分、プロモーション、半分遊び、半分仕事、半分趣味みたいなね。まあ、半分親善大使みたい いいじゃないですか。でも、やっぱりね、それがね、そのね、気持ちがやっぱりね、それが本当に今日のテーマにも結びつな。はい、く今日のテーマいきましょうか。はい、ね。何やったっ今日のけ？テーマは幸せですよ、幸せ。結論から言うと幸せっていう形で、昨日マッチャと話してたのは、幸せに生きる人の条件ってどうでしょうっていう話をしてたんですよね。で、やっぱり、その反対のさ、不幸な人っていうか幸せじゃない人ってどんな人なのかっていうふうに僕すごく考えたんですよ、昨日改めてね。そしたら、幸せじゃない人っていうのは、今の、なんだろうな、今を楽しんでない人なのかなと思って。やっぱり、今、この瞬間を楽しんでる人は、本当に幸せなんだなっていう定義づけが自分の中で、ね、見つけてきたんですけど、まっちゃん的に、幸せの定義って、僕の定義は本当に今目の前を楽しんで行動を起こしている人っていうふうに思いますが、まっちゃん的にはどう思いますか？今日何やったっけ、テーマで。だから、テーマは幸せに生きる人の条件っ幸ていう。せになるための条件みたいななる感たじ？めの条件ですね。で、そこにプラスアルファをつけるのであれば、いわゆる今回最近富裕層シリーズを流行ってますので、富裕層もそうですけど、富裕層見てると幸せだな、そうだなって、自分に謳歌してんなーって。今回も富裕層つけんの？つけます。ああ、なんか愛ちゃん、味しめたな。てか、俺自身が、富裕層の人たちに出会って人生変わってる部分もあるなって、改めて気づいたんですよ。だって、あだこだ言って、味しめたは置いといてでも、まっちゃんだってそのジャンルだし、
やっぱり僕がリアルでお会いしている人たちも、そういうジャンルの人たちと仲良くさせていただいたので、やっぱ価値観を学べるので、非常に有効なんですよね。そうか。はい、幸そうなんです。せってなんだっけ、なんだっけってやつや。ただね、幸せって言って時点で実は幸せじゃないんですよ。これ難しくて、これ僕すごく思うのが、お金欲しいとか言い出さない方がね、お金入ってくるんですよね。なぜか。お金欲しいとか言い出さない方がね、お金って実は入ってきてね、面白いですよね、この国ってね。最近それ気づいてて、なんか、やっと気づいたんか。気づいた、やっと気づいた。遅いよ。遅いんですけど、人間って、僕も結構頭固い方なんで、自分から腑に落とさないといけないんで、僕自身ももう今は自分が楽しんでると自然と、仕事が舞い降ってきますね。はい。ああ、幸せになるための条件みたいな話ですはい。はい、な。あ条件。まあ、そんな条件なんでねえよっていう、ばっちゃん。ると思う？いや、ないと思いますよ。俺ね、あると思うっていうふうに質問されると、方はあると思うんですけど、ただ、な。なら、僕は、ここをあえて、今日ちょっと、へんてこな質問だと思われて、真理だと思っていて、幸せの条件って僕はないと思ってて、結局条件って自分で作り出すだけの話だと思うんそうだけよ。ど、ですよね。そうよ。なので、結ちょっ局、といらなったな、最近。だから YouTube ちょっと伸びたんですよ。いや、扱いが結構かってきた。簡単に言うとな、幸せになるための条件でしょ？でしょ？私は幸せでありますと決めるということですよ。今。もうその今す状ぐ。態になって、それなんか前も言ってたね。確かに、そうだね。私は幸せなんですと。決めると。決めるんですよ。それさ、幸せないじゃない人は幸せじゃないって自分で決めちゃってるってことですよそういうこね。とですよ。そういうことですよね。そういうことですよ。だから結局、自分は私は不幸ですって決めてるんですよ。そうだね。もう、すべての本質が、自分はもうできる人間ですっていう思い込みから始まるってことですよね。以上。以上 終でわるかも、も、これで。終わり、今日終わりでかもしれないんですが、まあそんなこと言っててもしょうがないんで、でもさ、実際そのメンタルに持っていくっていうのは、どうすればそのメンタルになるんですかね？覚悟ですよ。だから幸せとか幸せじゃないと面かっ白いていでう話じゃない、なくなるんですよ。すね。覚悟ね。覚悟なんですよ、結局は。覚悟ね。何ね。そうでしょ？確かに。覚悟といつも俺がこの動画でいつもメインテーマになってる毎回の話と一緒で受け入れるってことですよ、全てを。現状ね。全てっていうのは世の中を受けるんじゃないよ。今の自分自身を受け入れるんですよ。それはすごく言葉の強みにも出るよね。結そう。局、自分の現状を受け入れた時点で、それがもう力に変換されるんですよ。受で、け入れるでしょ？力に変換されると、まあね、面白いことが起こるのは実際あっいや、て、本当に怒るんですよ。起こるんですよ。これは、僕も共通していること。これはみんな言うスピじゃないぞ、全然。全然違うのよ。ス要ピの話は、じゃない、原理の話、原理原則いの話や、だなんかこのな。ね、もうね、もうそういうふうに、世の中の歴史がそうなってるってだけ。だからね、受け入れるんですよ。ね、今の自分をな、100%引き受けるんですよ。いいですか？で、覚悟するんですよ。覚悟を決めるんですよ。そうするとな、絵が、苦い思いも、苦々しい思いもな、甘い思いもな、酸っぱい思いも、全部受け入れると、全部幸せな味に変わるみたい。だからな、なんかこう、錯覚してんのはな、幸せというのは、美味しいもんであり、甘いもんであり、楽なもんであるみたいな錯覚を起こしてるんですよ、世の中の人って。違うんですよ、それ。いいとか悪いという話じゃないんですよ。何もかも受け入れて、酸っぱいものも辛いものも甘いものも美味しいものも全部ひっくるめて味わうと。そういうだけの話ですよ、それ。なんだろうね。この手のやつ好きな人おるやろ、結構。物事単純なんですよ。単純なんですけど、単純なものを難しくしてる人たちは多すぎるなっていうイメージは。でね、この全部受け入れて覚悟を決めるというのはね、の邪魔をしてるものっていうのがあるんですよ。これが世の中の常識なんですよ。偏差値とかな、お金持ちとかな。要は数値で測るもんですよ。もっと分かりやすいのは相対比較で測るもの。
外部と比較してどうとか、あの人と比較してどうとか、社会の一般的なレベルと比較してどうとか、劣ってるとかどうとかこうとか、みたいな、そこに目をやる、いってしまう、だから、自分自身を外部に依存してるってことになるんです、それ。例えばお金持ちの話で、まさにそうでな、あの人と比較してどうとか、要メディアがやる、煽るやつあるでしょ。あの平均年収とか、平均貯蓄額とかやるやろ、メディアって。煽ってんのよ、一生懸命。はいはいはい、不安をな、不安を煽ってるんですよ。ああやってな。で、平均って、まあちょっと余談入れるけど、平均っていうのってそもそもおかしな概念なんですよ、あんなもん。そうでしょ？例えば数字の話で言うたら、ゼロから、金額の話で言うたら、ゼロから何兆まであるわけじゃないですか。ありますね。で、ゼロって一番下でしょ？上はもう無限じゃないですか、どっちかやったら。まあ、無限ですね、そうですね。で、それで平均言われたら、どうしても平均って高くなってくるんですよ。中央値っていうのはずっと低くなるんですから。ああ、まあまあ、それはそうでしょうね。ああやって煽られるんですよ。ほんで、世の中と比較して、いや、私はまだ足らんとか、老後不安やとか、わけのわからんか、なんていうの、外に対しての相対比較での、その、安心安全みたいな。安心安全で不安を煽られる。だから、もっと分かりやすいと、安心安全を求めすぎてるんですよ、世の中の人って。まあね、そうね。防御、安心安全を求めすぎちゃってる部分が。求めすぎると自分が見えなくなるみたいな。はいはいはい。そんな状態になってんのよ、これ。だから、うちを見つめろって言ってるのにな。エンタメ見て喜んでるから、どうしても煽られるんですよ。で、刺激的な感覚に快楽に溺れるから、それは本当のその幸福感とか幸せ感と全然かけ離れたところ行く。目が覚めるとまたもっとこう、あれと一緒ですよ。言い方悪いけど、覚醒剤と。目が覚めるともっとそっち欲しくなるみたいな。そうね。それは間違ってないよ。永遠に止めれない状態になってるんですよ。だからね、やっぱね、じゃあどうすんのかって言ったらね、やっぱね、俺が思うけどな、まあ、今日富裕層シリーズやからまだそこ入れるけど、富裕層っぽい幸せな人って俺でしょ、愛ちゃんから見てる一般の人な、その人ってね、孤独好む人多いよ、あんまつるまんよ、まあそうね、だし一匹狼が多いよねみたいな、でみんなが行くとこにあんま行かん、行かないから、あんまワイワイガヤガヤも嫌、あとね、あの取引するまでの時間が長い、いやあのね、本当に僕も本当に仲良くさせてもらってる人がいて、その人に毎回なんかたまに連絡来て、1時間ぐらい話すんですけど、抹茶みたいにこうやって。あのね、その人もね、この人大丈夫かな、大丈夫かなって、俺にすげえ電話がかかってくるんですよ。本当に。いや、この人ちょっとさ、怪しいと思うんだけど、どう思う？こういう感じでいいんじゃないですか、素晴らしいんじゃないですかって答えるんですけど、やっぱりね、あの、仕事の関係ならばね、時間が長いよね。っていうふうに本人も言ってました。そう、まあだからやっぱな、本当に自分の奥を考え、自分の奥底、心の奥底をしっかり見つめる時間を取るっていうことだと思うんだ。だから自分のことをすると相手も見る、分かるし、相手もよく見れば自分のこともよく分かるんですよ。やっぱりその相手は僕の鏡みたいなもんだから、あの助けてあげたいのは山々なんだけど、まあそれだったらやっぱりいいと思いますけどね、やっぱりね。だからどうしてもちょっとこの先の世の中っていうのは哲学的なものっていうのが必要になってくるんですよ。その本読んで学ぶとかそういうことじゃなくてな、自分とは本当はどうなのと。そのさ、その質問の切り口変えるんですけど、そのなんだろうな、すごく僕なんかがね思うんですけど、幸せって言葉すらまた邪魔してんのかなと、お金と同じで邪魔してんだろうなって一緒に思うんですけど、それでいいんですよね、多分ね。だから、そうなってくると、なんていう言葉を使うと、まっちゃんいいんでしょうね。だから、幸せという概念が本来おかしいよな、そもそもは。まあ、幸せも、あの、幸せもないんですけどね。ない。ないんですけどね。それはあくまで人間本質の感情理論であって、実際はそれはないんで、なくて、じゃあ何かっていうと何だろうなっていうふうに思うんですけどね。だから無なのかっていうと、そう、なんかそれはそれでなんか AI みたいな感じになっちゃうから、違うよなと思いつつね。やっぱ、もう、噛み砕いて言うと、自分が自分だということを本当に認識できた時の感じ違うかな。
やっぱり、うんうん、幸せという言葉じゃなくて、うんうん、それがなんかこう喜びみたいな感じ。そうね、そうね、そうね、うん、まあ喜びでも変やけどないけど、うん、まあなんかいいよねこれみたいな。なるよね、うん、そこだから、うん、どんな感じかな。だからまあ本当、まあいつもの話じゃないけど、明日死んでも一週間後死んでももういいわという感じ違うか、多分。うん、そうね。それはすごく。そこやと、そこにたどり着いてまうんすよね、結局また。まあ、結局そこでしょうね、うん。うん。幸せも不幸も関係ない世界も別に。全く関係ないと思いますよ。うん。うん、明日な。うん。いや、明日死んでも私別に全然みたいな。まあ、いわゆる死生観の話と同じだからね。一緒なんのよ、これ。結局だから、よくまっちゃんが言う、本質のメンタルの部分っていうのは最終視点は同じなんだなっていうのは、おいしいですか、うん、あ、もう本当にその通りなんだよなと思ってて。うん。動線の中の本質のところは変わんない。うん。だけど、そこに関しての切り口がいろいろとあるだけであって、実際根っこの部分は変わらないんでしょうね。だから外部環境とか外部のその社会的な外のその相対比較みたいなものに陥るとかいう、こう持っていかれる意識を、うん、あれは確実に不安なんですよ、やっぱり、うん、そうね、うん、根っこは不安なんですよね、うん、でね、この不安っていうのをやっぱりコントロールするんですよ、悪魔っていうのはね。そうなんだよ、言ってるでしょ、何度も。そうなんだよな、ね、これ不安っていうのが絶対的な真理って知ってるんですよ、うん、ね、だからここをうまいこと使われるわけでしょ。これが宗教も全部でしょ。で、コロナの注射あったでしょ、うん、あれも同じでしょ、理屈は、うん、な、不安とかな、あと安心安全みたいな方向に持っていかれる、それが逆でしたってなるわけでしょ、うん、だからな、結局は安心安全を追いかけすぎるんですよ、うん、だから不安になるんですよ。だからなんだろうな、うん、安心安全をなぜそこまで追っかけるかっていう定義もおかしくない話で、うん、結局はなんか、もう本当に、すごい、なんだろうな。それもそれでなんかね、って思うんですよね。その定義もちぎりだろうと思っちゃう。安心安全ってじゃあ何ですかっていう話あるやん。そう。そう。うん、そう。だから、その安心安全っていう固有の考えに支配されてるのが会社員が多いよねっていうのもあるし。でも、それが一番本当は安心安全じゃない道なんですよ。そう。本当は。なんだけど、それが、要は、安心安全だっていうふうに、マインドコントロールされてる現実もあるんだよ。だから逆やねんけどな。まあ、それはいわゆる、もともとで言う、要は、システムの、本当の安心安全って何ですかって言うとな。うん。自分で決めた、覚悟を決めて切り開いた方向が安心安全ですよ、本当の。まあね、だって自分が決めたわからね。自分を信じてるわけですから。これほど安心安全なもんないでしょ。結局、なんだろう、皆さん目の前のことの課題を見すぎなんだよね。なんで自分の安心安全自分で決めへんの、うん、みたいな。10年先のさ、未来を見ないといけないんだけど、それがさ、全然見えてないのが問題だよねって思いますよ。うん。うん、10年後の未来開こうと思ったらな、うん、明日死んでも覚悟決めないと無理よ、はっきりとくけど。そう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 。そんな道なんかできないよ、絶対に。だから、みんな、やりたいやりたいって妄想は頭の中にあるんだけど、その妄想を具現化できないのが現実があって、じゃあなんで具現化できないかっていうと、殻を破ってないからなんだよねって話なんですね。そう、そうよ。だから、奥を見つめてないから、深いところを見つめてないから、うん、形の部分で妄想する。うん、それ意味ないんだよね。うん、形の部分で妄想すると。うん、で、妄想したときに今度、できるできないをまた判断するんですよ。そうね、そうね。そこに安心安全不安が入ってくるからな。ああ、入ってくる、ね。もうどうしようものサイクルに行くんですよ。本当にね。どうしたらいいかな、これ。いや、結局本質変わんないんだけどね。うん、本当に俺も不思議だよなって本当思うんですよ。だからやっぱどうしてもその何か新しいことをするときでも哲学的なことが必要になってくるんですよ。なるね。いや、大なしに。いや、そうなる、うん。哲学も何もかもやっぱりそんな形じゃないものないよね。から入っていかないと。そうね。どうしても不安になる。なるよね。安心安全の方へ行く。そうするとうまいこといかない。うん。うん、
で、前、あいちゃん、何回か前の話じゃないけど、ファンの話あったでしょ？ファンそれの話。も何万人ファンにせなあかんとか思い込んでしまう？別に一人のファンで十分なんだよと思う。そんな前進むわけないやんか、実際。たった一人の人にが、あなたのファンですよ。たった一人の人があなた可愛いよ。だから支援するよって言ってもらうだけ勝ちなんですよ。なんだけど、みんな目の前のフォロワー、まあ、SNS で言えば、フォロワー数の数にこだわっちゃうのはそこなんですよ。アホかと思っちゃうから。だからそれが社会システムにされてるんですよ。これもな、愛ちゃん、ここの YouTube の下に再生数とかチャンネル登録者数出てるやろ。あれもね、そのシステムに踊らされてるんですよ。そういうことでしょ？いや別にね、再生数は大事だかもしれないけど、これじゃあ、も。じゃあ、じゃあ、見る人からしたら何十万人見てるから、これは本当で、本当だわとかな。それ思はい込思い込みたいでしたい。だから、それは自分を楽にしたいだけじゃん。み？ 思い込み？それは自分を楽にしたいだけじゃだから選挙の投票率もそうですよ。投票数とか。ね。数字。だからね、数字のマジックなんですよ。偏差値もそうやな。だからあんまりね、数字で測らんっていうことを考えないと、一番。意外と富裕層の人たちは数字を見てない、数字じゃなくて目の前の本質を見る人は多いし、その幸せっていうテーマなので、幸せの方って言葉に変えますけど、じゃあ、幸せを、すごい幸せな、に生きてるなっていう人は、やっぱりその目の前のものにこだわりきれてない。要は、全体を含めて幸せだっていうような定義してる人が多いですよね。どうでしょう、まっちゃん。全体というより、まあ、そこまでも考えてないと思うんですよ。ああ、そうなんだ。おもろい。だから、自分らしくというか、自分の思いのままに生きるのが当たり前だと思ってる。ああ、重い、もうそれ重い。が普通や、思い込んでもないと思う。普通？だから、周りから見るとそういうふうに見えるだけ。ただ、引き受けてますよ。いいも悪いも、辛いことも、酸っぱいものも甘いものも、全部をちゃんと引き受けてますよ、そういう人たちは。逃げないんですよ。そう、だからね。そう、思う。そう。だからだ結から、局、甘いもの、楽しい方向ばっかり追いかけて幸せだ、幸せだって言ってる勘違いみたいな人おるけど、それはありえんから。現状から逃げている人は多すぎある。りえんよ、そんなことは。その全部ひっくるめて味ですから、一つの。だから人って成長するんでしょ？本当だよそね。れを噛み締めて、こう、いろんな解決もあるしな。それを全て引き入れて噛み締めて、なんていうかな。それでもこう、しっかり強く生きていこうという人って味があるじゃないですか。感じがあるね。それが人の成長ですよ、宇宙から求められてる。なんかええ話になったけど。もうそれで終わりでいいんじゃないですかって話ですけど。ちょ、短すぎるやろ、これ。短すぎるから。でもさ、すごく本質的にはそうなんですよ。そこなんですよ。だから結局、それ言われちゃうと何も言い返せないっていうのが本音で、じゃあどうすんのって、いや、そうじゃないですか。まあ、一言言うと、甘ったれんな、この野郎みたいな話ちゃう。間違ってないからよ。そう、俺昨日も同じことで、Zoom のね、相談って言いましたもん。クリエイターさんでなかなか時間がない。いやいや、お前行動してるんですかと。結果やってるんですかと。そしたら、何も行動してないです。やろうと思ってるだけで。いや、無理でしょ、みたいな。いや、やろうとしてるんじゃ無理なんだって。変わるわけねえだろって、思いましたよね、本甘えてんじゃねえぞ、この野郎、みたいな話だ。当。すごい簡単な話なんだけど、まあ、みんな甘えるよね。本ちょっとこっから先は苦しむぞ、やっぱり。その感覚持ってるとな。本当要は、にきつい時が来るぞ。結局、なんだろうな、それって、覚悟がないから行動できないだけのアホじゃんって思っちゃうんですよね。だから大前提が、やっぱり言った、さっき言ったように失敗したらどうしようとかな。うまいこといかんかったらどうしようとかな。しんどい思いしたら嫌やとかな。だから、甘ったれんじゃねえぞ、この野郎っていう話なんのや、やっぱ結局は。本当そうですね。な、それを全部引き受けるから楽しいんですよ。そうでしょ？エンタメとして楽しめる？そんなん、何やったっけ？映画あるやろ？あいつは映画。映画ってあるやろ、映画。本当に映画ですね。映画な。単純に映画で、映画のタイそう。トルじゃなくて英語でそう、見あれた。が最初のな、始まったとこからエンディングまでな、ひたすら楽しそうに踊ってるやつっておもろいこともなんともないやろ、それ。わかんない。
なんか苦しんでるとか殺されかけてるとかいろんなものがあってハッピーエンドですってやってまあ、もエピソードがあるからみんなその通りに感銘を受けて応援したくなるから、みんなそスういうことやトーリーろ、なんですよ。そういうことやろ、ストーリーですよ。それをなんか知らんけど、なんていうかな、自分の人生はそんな不幸がかからんのが嫌だって思い込んでるわけやろ。各それぞれみんなにいいストーリーが存在してるわけですよ。うん、でも不幸を降りかからん楽しい、踊ってるだけのやつがいいわと思ってるわけやろ。そんな面白ない映画になるやん、それ。なるねー。自分でおもろない映画作ってる？ダメだねちー。おもろい映画作っちゃダメょっなんだとよ。こう、ちょっとこう、なんていうかな。うん、なんていうかな。なんていうかな。こう、ちょっとこう、挫折の連続みたいなやつの方が面白いやろ？映画的には。映画的にも人生的にも面白いですよ、リアル見てる人が泣いてみたりな。の。頑張れって応援してみたりな。で、最後なんとかこうなってこう、なんていうかな、こういうふうになりましたみたいな。その映画を作ればええだけでしょ、自分で。簡単にね。うん。そのためにはやっぱ多少苦しまんと、そら。そうね。ただ、まあ、結局、そのなんだっけ、そのもがいてる姿がいいんですよね。そ結論ね、そのもがいてう。苦しんでいるから共感が受けるんだよねっていうそう。そう。ところは全部そうだと思いますよ。で、そのもがいてるところの究極まで行くでしょ？ね？ほんだらすごいな、本音の人、なんちゅうかな、素の人間になれるんですよ。弱いところも全部さらけ出した。分かる。だから自分が、そっから道が広がるんですよ、次。結局、自分のやりたいことプラス、自分はこういう人間だって認めて、なおかつ、そこで、それを受け入れて、何でも受け入れようって言って出した瞬間に、全部変わりましたね。全う部変わりましたね。ん、だから、なんて言ったらいいかな、楽しいとか幸せだけを切り取りたいという思いがあるみたい。それおかしいやろみたいな話なんですよ。んなことありえんのに。そうね。でしょ？うん。だから、そもそもそれも間違ってるんですよな、やっぱり。だから今日何やったっけ、だからどうやって結論付けたいかな、今日テーマから行くと。テーマは、幸せになる幸人のせ人に生。なる定義ですけど、だから、結論っていうと、僕の結論から言っていいですか？僕の結論は、もう、幸せって考えてる時点で幸せじゃないんですよ、と。結局、すべてを自分の中で覚悟を決めて行動を起こせば、それが最終的に幸せにつながる道なんだよって思う。うん。幸せというよりは当たり前の道。でも当たり前の道が人間だと幸せなんですよね。そう。だからそれがなんか幸せっていう自分の仮想的な現実、自分的なものにもうすがっちゃってる部分あのね、違うと思う。世の中、一般的に思われてる幸せでいたいみたいそれ違うね。な。それちゃうか、多分。ちゃうな。それは僕も同義でちゃうんですよ。なんかドラマに出てくるやつあるやん。あれはだってね、あくまで作られた幸せだからね。要は、固定概念と同じじゃないですか。要は、男性は髪の毛黒くて、ネクタイびっしりやるのが銀行マンだって思ってる日本の文化。いや、違うでしょって。海外見てみろよ。海外、髪の毛染めてて、ネクタイ、いろいろ色がすごいのに、金融系やってる人ってバリバリいるじゃないですか。社会一般的にこれいいよねと思われてる幸せ？ないない、それって逆にマイナスですから。それ逆にマイナスだから、マイナスの幸せだから。それはあくまでも、いい幸せだというふうに幻想させたって、要は安定志向、安定な会社に就職し、ああ。安定な仕事をし、安定っては何ですか？そんな幸せじゃないでしょ。いや、それ安定してりゃいいけど、安定違うから全然。縛られてる安定、縛られて安定じゃんって。まあでもそういう人たちがいるので社会は動くんで、まあいいんですが、ただこの動画を見てる人たちは多少ないともそれを感じられない人たちだと思うので、そう思うのであれば、はい、そこでまとめてお願いします。いやー、まとめにくいな、これ。じゃあもっとじゃあ質問の人に変えますよ。じゃあ、難しいな。今からやる、今から、えー、今からね、今からね、行動を起こすんだったら何しますか？何を、俺？今からじゃなくて、まあ、幸せになりたいなと思うじゃないですか。でも今回この学びでさ、幸せとはさ、今思ってる幸せと思ってる時点で不幸だというような気づきを得たじゃないですか。その状態で、まっちゃんであったら何から行動していきますか？それがまとめていいんじゃないですか。何を、意味がよう誰要は、
幸せになるためには、まっちゃんはどういう行動をしていきますか？いや、これ以上？うん。もういらんわ、これ以上。わかりますよ。じゃあ、幸せがなかったとしてですよ。見てる人たちは幸せなんてそんなの、ね、うん。価値観が変わったと思うんで、この動画を見てね。何したい？したい？何したい？うん、何、何、何の行、何、何の行動をしたらいいですか、まずは。何も持ってないとは。いや、思い、思、延長線上でやれちゃうか、思いついたまんま。学校やりたいな、また学校やるやろ、すぐ。いや、思いついた、おい、じゃあ、もっと突っ込みますけど、思いついたままが、なかなかできないな、と、要は、すぐね、今すぐできない、財力もない、経験もない、知識もないっていう状態になったら、まず何もない状態だったら、どっからやればいいですか、その状態になって。そら難しいんちゃうか？え、難しいの？え、だっそれ、て、そら難しいぞ、やっえ、だっぱて、り。それは勉強を始めるところからじゃないの？そらそうよ。でも、それをやるために勉強を始めるって言ってもうまくいかんぞ。ほー。ああ。そ の、多分。それが目的、それを達成するために勉強はしますとかって言っても、あんまうまいこといかんと思うと。あ、そうなんだ。じゃあ、どうしたらいい？勉強とか哲学的なものとか考え方的なもの自分で整理するっていうのは好きでやってるだけの話だから、これ。あ、で、じそれが何か行動を起こすときに、ゃあ、それが何か行動を起こすときの原動力になってるだけの話ですよ。なるほどね。何かをするために勉強してるなんてないからな、別に。あ、心理だ。心理好だ。きで勉強してるだけやあ、から、心理だ。興味があって、ああ。こうなりたいからこの勉強しますって言って、もうなかなかあかんと思うと、それも。まあ、そっか、あかん自か。分が好きで、いや、疑問があったり、ハテナがつくからちょっと調べてみようかとか。いや、やっぱ何かの因果関係と原理があるからこうなってるんやろっていうのを調べるわけですからな。やっぱり、じゃあ、あれじゃないですか、自分の好きなことを並べてさ、その好きなことでさ、やってみたらいいんじゃないですか、と。探求心やと思うわ、やっぱ大事なんて。ああ、冒険家ですね。だから冒探険家です求せんかっね。たら、そらな、お魚さんのこともそうやもの。虫さん研究してる人もそうでしょ？どれだけ、目の前のものに好きでいられるかっていうか、探求できるかによるんですね。なあ、そらそうやぞ、絶対に。それは間ね。違いなく。だって今日のまとめはあれじゃないですか。幸せになろうがならないが、探求心が大事っていうことを結論じゃないですか。まあ、あと属パウダー突き抜けるってことになってくるかな、やっぱり。あ、月に異常、まあまあ、異常値になるってことだよね。変なやつや、まだだから。一心不乱になんかやってるやつ。でも若者とか子供から見たらかっこいい大人ってそんなんちゃうか？まあ、何そでもええうっかすね。まあ。ら。何でもええから。なんか一生懸命やってるやつ。それがかっこええんちゃうか？やっぱ。まあ、そうですバね。カバカしいことでも。そうっすね。それが、じゃあそれが会社員でできますかってなかなかそれは難しいぞ。1日8時間と9時間、それをそんな、そういう人はね、会社にはなれんやろし、そんな時間使わんやろか、使い方せんやろか。また質問ある方が、まとまりにくくなってきたな、これ。いや、どうしたもんかな、これ。でも、これ、まとめるのも難しい領域なんですけどね、本当はね。な気がしますよ。だから、結局、難しい領域なので、そこもそこで、課題が一個あるのかな。まあ、だから本当あれですよ。答えは本当自分の中にしかない。で、決めるのも自分自身やし。で、その映画のストーリー作っていくのも自分自身やし。あとはいかようにでも作ってくださいみたいな。だから世の中にそれがまあ今までにないものであればあるほど面白い映画になるやろうしな。いいストーリーになるやろうし。もうみんなが見飽きたもん、映画作ってもしゃあないしな。本来は同じようなものにならんはずなんですよ。ただ、外的っていうか、世の中社会的なもののその価値っていうかな、相対的にそっちにこう、目をとらわれると、くだらん面白くない映画が出来上がるっていうだけ話しちゃう。まあ、そうですね。見てもらいたいとか、売れなあかん映画を作ろうとするでしょ。ますますおもろないもんになるかな、それ。まあ、超つまんない感じになりますね。なあ。超つまんないからね。っていうことはどうなんのって言ったら、やっぱり評価を気にしないってことになるんでしょうな。人のジャッジは何にも気にしてませんから、みたいそうですね。な。誰が何と言おうと、俺はこれがええんやと。なあ。それでええんちゃうんかな。そんな人生長ないぞ、はっきり言うとくけど。まあね。ないっすね。そんな長いこと生きてるわけちゃうぞ。確かに。確かに、それはそうだよ。
まあ、全く人と違うことやってぶっ飛ぼうぜみたいな感じちゃうんか。確かに。なんか今日、あかん、これ以上も持たんわ。持たないですか？珍しい。話が、前ああ。でも、じゃ結論もうついちゃってるからね。もう結論はついちゃってるからね。結に。ん？論っで、てま、なんか似たような話になってくるんだよな、毎回と。のは。もう、毎回、それは、しょうがないっす。どうしたんやろ、これ。なんで同じ話になんねやろ、俺の場合、これ。毎回。いや、だって、まっちゃんの思考はそれでできてるからですよ。だ結局、まっちゃんのその、でも、まっちゃんの強みって、この、ブレないところですよね。ブレたくてもブレられへんのよ。そこはね、まっちゃんのすごい強さなんですよ。その、人間みんなブレるんで、ブレブレになっちゃうので、それはダメよねってとこっす。だからうまくいかないんですよ。だまっちゃんと思すうごい。ぞ。まっちゃんすごいっすよ。だから、そう、それはやっぱりね、それがちょっとやっぱり、ブレブレというか、こう、神格を揺らぎ出すと、揺らいでる状態っていうのは、やっぱり不安なんだ。そんな、不安ですね。不安というのは、自分を信じてない状態になってるんですよ。で、自分を信じてないっていうことは、神を信じてないのと一緒やからな。全く。自分の中にいる神をね、信じてそうですよ。自分を信じてないということは神を信じてないねんから、それは原理から外れていくんですよ。これはそうだよね。そうでしょ？だってない。だから自分を信じるしかないんですよ、結局は。神を信じるってことやから、それが。そうですね。やっぱりそこだよね。だから結局そういうことなんだよな。でもなぜか知らんけど、あんまりそういうのが、こう、なんていうかな、あんまりそういう感じになりすぎると、世の中からしたら変なんよな、まだな、ちょっと。まだ時代的にはな。もう地球変わってんねんけどな。完全に空綺麗になって変わったんやけど、はい、解放しましたってやってんねんけど、まだすがりつくと。人は、みそぎは終わったのにみたいな。あとは人のみそぎだけですね、みたいな。っていう話違いますか？間違ってないです。なんで外の何かね、よそにおる神に頼るかみたいな話になるやんな、結局は、つまりは。結論はな、外界による神になぜ頼るみたいな。自分が神やろみたいな。まあだから、冗談抜きでな、まあ今日の最後になるけど、人は何でもできるんですよ。神やねんから。言い方変えると神にもなれる。でも、なれないと思ってる人がおると。そういう話違う。まあ、間違ってないですね。だって、要は考え方だけの話ですから、無限ですよな。無限ですからね。その無限を解き放ってないだけちゃうん。どうやろ。いや、無限っていう定義もあれなんですけど、ただ、言ってることは間違ってないのって、やっぱり結局行動を起こせって話で覚悟も決めて、で、異常値超えてやれば誰でも幸せになれるよって話なんですけど、それすら持てないよっていうのであれば、まだ自分探しからやればいいじゃんと思っちゃうし。自分探しな。まあまあ、あ探れ、してないや。でも自分探しって大事ですよ。要は、結局、自分を、そう、覚悟もそうだけど、自分の好きなことを見つけてるから、そもそも好きなものが見つかりませんっていう人だっているわけですじゃないですか。自分がやりたいことっていうか、好きなことを、好きだと思うことを、まっちゃんは釣りという部分がありました。僕がやれば AI っていうのがありました。だから、異常値超えてまで、それは24時間もそれに向かってやりますよね。だから楽なんですけど、そう、もともとそれを持ってない人だっているわけじゃないですか、やっぱり。何した遊んでんの、その人は。そうなんだけど、そこの何して遊んだから、要は次のテーマ、どうやって好きなものを見つけるのか、好きなことを見つけるのかってテーマで話すのもいいかなと思っていて、結局そこが分かんないから、みんなそういうのを見つけるような塾に行ったりとか、スクールに行って学ぶんですよ。学ぶんですけど、いや、そんなん、相当変な話やけどな、それ。いあや、んのか、そんなこと、本当に。だから、それ現実ですよ。だから、それはなぜかっていうと、まっちゃんね、要は日本の仕組みのところに踊らされてるんですよ、みんな。結局、自分の好きなところ、日本という、日本じゃ世界か、世界の仕組みの中で、自分が好きなことをやるという部分が、好きなことをやるけどできないよねっていうメンタルブロックがすごくあるわけですよ。それはなぜかっていうと、そういうように洗脳されちゃってるから。いや、マネーブロックと同じですよ。愛ちゃん、また賢くなったな、だいぶ。それはもう、やっとね、点と点が結ばれていたから、結局、そう。やっぱ、だから、悪魔側からすると、お前らにはどうせできへんやろって言ってそう、だる。から、でも実際それは違う、違うと。そうそう。
閉じ込めてるわけやからな、あくまで。そう。だから結局それを解放するために、だからみんな塾に行って、要は、お前らできるからやれーって感じでやって、潜在能力を変えて、それでやっとみんなブレイクスルーするんだけど、それただ事故ね、か？え？事故か？行くとこはそれ。なんだよ、そうなんだよ。そうなの。そうなの。事故かな？で海も、水浴行った方がええと思うけどな、そ俺。れは、まっちゃんと定義だからでしょ。でも、奥様に聞いてくださいよ。本当に奥様の周りでもそういう人多いからさ。でも、そこまでしないと、そこまでやってあげないと人間って変わらないのが本質なところがあって、だから、海外住んでる人と日本の住んでる人でもそうだけど、感覚が違うわけよ。要は、日本、どうも悪魔は人を人じゃないようにしたいみたいな。そうよ。だから、でもしょうがないの。でもそれは仕組みだから、仕組みに。遊びがないってどういうことでなんもだ。ね、はっきり言っちゃうと、その仕組みがなかったら、また、この循環できない部分もあるじゃないですか。結局、労働的な話に言っちゃうとね。だから、しょうがないんだよ。そう思うんで、それは、そういう仕組みっていうのは。ただ、仕組みってことを、今の、本当に現状に対して嫌だって不満持ってる人は、まあ、仕組みを学んでくれっていう話だけの話なんで。これも勝手に思い込んでんのちゃう？遊びに行ってんのと仕事してんのは分けてるみたいそう。だから、結局、僕もこの考えに至ったのは、いろんな、まあ、これでも一応な。軸って思う。勝手に思い込んでる。まっちゃんね、僕もそれね、否定できないのは、僕自身も、なんでまっちゃんとこう話せてるかっていうきっかけは軸に行ってるからですからね。そこは、否定できないんですよ。要ちゃんは、と塾の先生できるの？僕もできるよ。いや、俺、できますよ。うん。ちょっとぶっ飛びすぎてるから誰も出あ、てで、こで、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 それで普通に100万払おうと払ってくれるよ。だって、それだけ、だから、まっちゃん、それこそ、まっちゃんが自分で思ってないだけで、意外と、まっちゃんとこれ、いわゆる公開コンサルだからねって話じゃないですか。いわゆる、まっちゃんの考え方を世界に広げるそためうに、よ。まっちゃん一人だけだと方向がブレブレだから、俺みたいな、若造がいることによってそこが調和されて分かりやすく変換されるっていう意味じゃないですか。い要や、は、まあ、サンプルっていう意味もあんねんから。でしょ？そういうことでしょ？サンプルっていう状態、これどうなるかっていうのを見せたいって。でも、結果的にそれが、でも、サンプルっていう部分で、変わってきたのは事実。でも、その、まっちゃんと出会う、要は奥様と僕が出会ったところです。学びのところじゃないですか。自分を変えるところじゃない。結局変わんないんですよ。でも、まっちゃんはでもそのフィールドの人じゃないからさ、そこにいる人じゃないからさ、俺はそこから、これ釣りじゃないですけど、まっちゃんがこう釣りしてたわけですよ、こうやってね。僕はその、まっちゃんの釣りの餌のところに、奇妙な釣り竿だなと見て、僕はパクって旅に行ったわけですよ。で、釣り上げられてるみたいなもんじゃないですか。結局そうですまあ、でも好よ。きなこと探しからやらなあかんっていうのは相当大変ですな、これ。だから、大変なことなんですよ。だから、それ相当が、病んでるってことやな、もう世の中が。だからそう、100%。だから、だいぶ病んでるな。まっちゃんの基準って、僕、最初はね、めっちゃ違和感あったんだけど、最近やっとそれがね、もう、このモードに洗脳されてるから、もうこんなの当たり前だよねって、逆になんでやんないの、お前らっていうふうに発言になるわけですよ。だいぶ重症やな、これ。重どう症しなんですよ。だからね、日本は困ったもんなんですよ。て助けてあげようかな、これ。いや、助けてあげるんだったら、もう、どんどんメディア、もうだから、ね、発信しないといけないと、あと本書くしかないですよ。いやー、まあ、そらええねんけど、いいんだ。困ったな、これ。いや、だから、僕は思うのは、多分すぐみんな変えられるわけじゃないし、どんなに言ったとしても届かないけど、でも一人でも多くの人が、これを見てきっかけになるっていうことを思いを込めて発信を続けるしかないんじゃないですか。だって、まあ、やるけどな。無理まあ、ですよ、全員は。全員を助けること。子供の時にやってた、ちょっと遊びってあるじゃない、やっぱ。なさかないってことか、ほんだら。なるほどな。無理だから。無理だからっ100%て。全員を解決させるのは無理だから。それはまあ無理でしょうだからな。本当に目の前にいる、この YouTube を見ていて、コメントしてくれる人とか、コメントしないけど、こっそり再生数で見てくれてる人、100人ぐらい最低いるんですから、その100人の人に届いて届ければいいんじゃああ、でも毎回見てる人は物好きやな、さけど。ない？でも変わってるでしょ。毎回見てる人たちの方が絶対変わるよ。だって。まあ、本人も変わってきたって自分で分かってると思うわ、多分。まあ、すごいなんか良くなってきたんやけど、でもなんか周りにあんまり変、
周りにそういう人がいないから、てん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 みたいな。本当ですよ。なんでこんなに周りの人はこうなのみたいな。まあまあ、それでも、その家族単位とかご夫婦単位やったら同じように変わっていってると思うんですよ。似たり寄ったりの会話してるやろからな、多分。そうか、よし、分かった。まあ、ちょっと次回から頑張るけど、そこまで重症やったやな。事情です。本当にちょっと深いな、今回のこれな。いや、重症。深いんです。深刻やな、これ。深刻なんです。深刻本だけ当。ど、僕も深刻なところで、やって分かったので、やっぱり、日本と海外の違いでしょうね。いや、そうじゃないと思うぞ。日本の人間の本質かな。いや、そう、まあまあ、その民族性もあるんやと思うよ。多少従順なところもあったりな。なんかこう、安心安全を追い求めすぎってのもあんねんけど、まあ、ちょっと、そうやな。やっぱりちょっと自然の中でなんかせな、しゃあないんちゃうんか、それ。どうやったって、それは。まあまあね、山行く、畑行く、海行く、川行くしかないと思うけどな、これ。どうしたいんやな。みんなだからそういう合宿とかやってるじゃん。ビジネスの人たちって合宿行ってみんな旅して、みんな、うわー行こうみたいな感じにやって、人生変えるぞイエーイイエーイみたいな、そんな異常ちゃん、などことうしで、たんすか今のもう一回やってみんな笑い。わーって、人生変えるぞうわーみたいな、そんな感じにしてるんです、みんな。今の多分受けてる人めっちゃ多いと思う。あなた面白いわ。でも、オランウータンみたいですからね、あなた。わーみたいな、わー、うわーみたいな、それを置いといて、まあ、そんな感じなんで、もう今日は30分超えたんで、とりあえず今日はこれぐらいにしますけど、まとためだにしま本すけ当どな。になんか来週、ちょっとテーマあるのは、自分の好きなことを見つけるためにはどうしようっていうところでやりたいですね、なんかね。だから、みんなだ、そういう意味だと、本当に富裕層もそうだけど、富裕層になってる人たちは、やっぱり自分の好きなこと、自分のやるべきこと、あと、どんなに、要は生まれでも、生まれが幸福だと思っても、挫折できたら挫折するじゃないですか。やっぱり自分の好きなこと、自分のやりたいこととことん貫いた人が結果的に成功してんだなってのは分かるので。貫いてるというよりは、前にも言ったけど、好きに変えてるんですよ。まあ、好きに変える方法かな。で、もっと言うと、さっき言った、最初に言ったな、辛いこともしんどいことも面白いことも何でもかんでも全部ひっくるめて引き受ける力を持ってる、引き受けるんですよ。ね、全部ひっくるめてそれを楽しむみたいな。そういう考え方を持ってるからそうなるだけの話ですよね。だからしんどいものやから排除するとかっていうふうにやっていくでしょ。ほな、まともなもん残らんやん、それ。酸いも甘いもない世界になってくるからな、今度。甘いもんだけ食ってる状態になるでしょ？ほな、糖尿病なんのよ。わ かる？本当だよね。心の栄養分も一緒ですからな。楽しいことばっかり取り入れ、幸せだわって取り入れとったら病気になるからな、それこそ。いろんなことが、その真逆のことがあるから、こう、ミックスされていいものになって、味が出てくるわけですから。砂糖ばっかりやったらあかんよ、塩も入れんと。そういう話ですわ。こういう話ですバね。ランスが悪いってことですよ。単純にな。はい。まあまあ、そんな感じで、はい、以上になりますので。疲れた。まあまあまあ、面白かったですけど、また来週は、本当に好きに、どうやって好きなものに変換していくかって話を。それ前やらんかったか？2回ぐらい前のやつやったと思うけどな。本当言っに、じゃあ、たそやろ。の、好きが、お前が好きが嫌いかどうでもええんやと。使命やと思えと。ああ、じゃあ、ちょっ神とがそう言ってるはずやと。違う内容になりますわ。ちょっと考えますか。宿命やと思えと。神様はそれは言うてると思うぞ。自分の内側の神を。いいですね。正しくちょっと、切り口変えてまたやりまいす。やー、なんかこんだけも何回もやるとちょっと似たような話ばっかりになってくるから、なかなかな、難しいよな。いや、まあ、でも、その時によっての僕の成長も変わるので、そう今すると、日はだいぶ成長したな。だから成長がか、あの、なんか、違くなるので、そしたらまた質問もレベルが上がるので、やっぱり結局、自分の成長によって質問の質も変わるじゃないですか、結そう局。よ。だ相手から、も気づいてないと思うけど、俺からするとな、もう2年前ぐらいあなた、とんちんかんやからな、聞いてくること。だいぶ ちょっと定まっていいだよ。まってきたので、だから、やっぱり質問の質がイコール、その人の能力っていうのはすごく感じてるので、そうでしょ？まあ、成長が分かれば一番早いですね。ちょっとこういう、これをな、毎回見てると、これを理解していったら軽くなってこれるからな、だん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 。歯がいじめやったやつが落ちていくからな、もう。で、つまりは何なんかって言ったら、その檻の中に閉じ込ま
取り閉じこもれなくなる、もう。でもそれがさ、最終的なさ、数字にも出るよねって思ってる。出る。で、一番安心安全な道っていうのはこれなんですよ。檻の外に出ると、うん。で、システムの外にちょっと出ると。これが一番安全ですからね、本当は。面白いね、うん。その人の成長が全て数字に出るっていうのは怖いよね。怖いよ。あえて、それを最近気づいてきてるな。だから自分の思考だったりとか、自分の考え方全部。だからそれがもう50歳とかだったら取り返しつかんのよ、もう。うん。もうどうしようもないことになってんだよ。全てに関して感謝でございます。世の中便利ようになったな、こんな YouTube が。もうこの手合わせるしかなくなっちゃう。最終的にやっぱこれですよ、手合わせて。でもまあ、見てるとも思ってると思うけどな。ありがとうございます。本当にこれで、これで勉強できるってええ時代よな、これでも。ほんと YouTube ありがたいです。本当にありがとうございます。たまに消されるけどな。それは、いろんなしがらみです。はい、まあそんな感じで終わりですよ。ちょっとみんな最後、あれやな、100回ぐらい、あとまあ、100回記念ぐらいのところで、あれやな、みんなにこう、拝んでほしいな、100回記念で、こうやって。僕はね、拝むこと大事だけど、これ本当にこう、こう手を合わせるってことが本当大事。本当にな、ちょっとはこうやってほしいな。はい、まあ今日はこの辺でこれ終わりましょう。はい、どうもありがとうございました。はい、またよろしくお願いします。